るよ、さすがやから。こんにちは、こんばんは。おはようございます。グラスワンズの時間、よいしょ。あーいということでですね、はい、グラスワンズが始まりました。今日実際に、片付けしていくグローブが、こちらです。ババン。これ、なんだと思いますか？あなた、なんだと思いますか、これ。プロブレイン。プロブレインやな。プロブレインやな、これ。俺、プロエッチかプロブレイン言われたら、まあ、プロブレインの方がかっこいい思うよ。うん、でもプロエッチの方がな、ちょっとなんかシリコンラベルで手入れしやすいっていうのもあるけど、こういうなんか刺繍のやつも俺かっこいいと思うな。うん、でこれが2017年の限定モデルらしいです。今から2年前ぐらいかな、そんぐらいのグローブなんですけど、なんと価格は64,000円。グローブってほんまに高いですよね。もう触った感じが本当にいいんですよ。これはもう64,000円でも納得だなっていうぐらいの革なんですけど、こちら特徴的なのが、ロケットウェブっていう、こういうかっこいいウェブですね。でサイズがこれ 7S って言って、まあ、僕相当手でかいんですけど、相当手のでかい僕でもこの 7S を使って 7S でぴったりぐらい。だから少し手口は大きめで、でもそんなにグローブ自体は大きくないみたいな感じになっております。で今日片付けしていくこのオイルなんですけど、まあ、いつも通りの SF1、これに限りますね。やっぱ片付けはグラブソフトなんとかあると思うんですけど、 SF1 これに限りますね。それではやっていきたいと思います。でこれ全体的に僕いつもこうやってシュッシュッシュッってやるじゃないですか。でやるんですけど、今回はちょっとね、こう色が色でこうナチュラルっぽい色じゃないですか。だからちょっとシミになりやすいってことで、今回は一旦タオルにつけてやっていきます。はい、それではいきますよ。これいつも僕が使ってるタオルですね。ここにちょっと湿るぐらいつけます。でちょっとこうやってね、なじませます。まあ言ったてちょっとぐらいはね、シミになるんですけど、その後にね蒸発してなくなるんで、やっぱ色が相当変わるんやな。やっぱシミにならないように、やっぱ内側多少シミになってもいいと思うんですけど、やっぱり外側は気をつけて、少しずつ塗っていってください。こうやって薄くね、本当に薄くね、ほら若干こういう風に色が変わるぐらい、こうやって薄く塗っていってください。あんまりねシミにしたくないからな、グローブは。うん、大体この SF1 を塗った後のこのグローブの感触って、このなんかなんていうんですかね、こう止まる感じがあるんですよ。でキシキシするっていうか、まあ、こういう感じがになったらこの皮に染み込んでるってことなんで、で今から揉む作業に入っていきます。以前ですね、僕プロエッジの投資用グローブを片付けしたんですけど、まあ、そんな感じで縦型と横型の間のこの辺ぐらいの型にしていきます。でポケットはしっかり作りつつやっていきます。でやっぱピッチャー用って僕大事なことが一つあると思うんですよ。でその大事なことっていうのは、やっぱりフィールディング、ピッチャー用やっぱり形だけじゃなくてフィールディングできないやっぱり意味がないと思うんで、そのぐらいの柔らかさには今回作っていきたいと思います。それではやっていきます。はい、まず横型にするってことで、親指を、まあ、僕はあんまり親指は柔らかくするタイプではないんですけど、少しぐらいは親指を柔らかくしておかないといけないんで、まず親指を体重かける、で外側に折る、で体重かける、これでで親指をこう入れていくんですね。とりあえず関節をね、自分の好きなところに作ってください。僕はこのヒンジを折り曲げてちょうどこの辺りに作ります。でたまにこう指を入れてね、調整しながら入れます。はい、もうこれだけでね十分親指が良くなるようになりますね。はい、それでは次に、重要なことですね。ピッチャー用、やっぱり縦型にするんだったらこういう風にやるんですけど、やっぱりこれ横閉じってことでこういう風に掴む方が向いてると思うんで、僕はこうやってね、この辺りですね、ちょうどグローブのこの線を折り曲げる、この線を折り曲げる、で体重かける、本当にね体重かけるってことが重要です。全体重かける、こういったハンマーなので叩く。で叩くのはいいんですけど、こう叩きすぎたり揉みすぎたりこうしていくと型が崩れてくるので、最終調整として
手を入れて、しっかりとこういう風に手を入れてバランスを整えてあげて、でこういうハンマーとか持ってる方はこう親指とかが潰れたらこういう風に入れてあげて、こういう風にポンと指を広げてね。ポイントとしましては、僕の場合は、こういう方を作りたいのであれば、親指はあまり動かさなくて、本当にこっちだけで僕が取るようにしています。で、親指は多少動くようにして、あとはこの部分ですね、ここの部分を重点的に関節をつける。で、折り曲げる、開く、シワを伸ばしながら叩く、これを続けていってください。で、本当に、まあ、何回かコメントいただくんですけど、まあ、これだけでは肩がついたとは言えないので、あとはキャッチボールをしたり鳴らしたり、この肩付け作業を何日かに分けてやっていく。で、これで肩はついていくと思います。で、実際の肩が、まあ、こんな感じですね。こんな感じでだいぶ偉くなりました。開閉はかなりできるようになりましたね。はい、今日はこちら、はい、プロブレインの、2017年の限定モデルを、片付けさせていただいたんですけど、もともと新品の状態で僕に渡ってきたんですけど、新品の中にも、まあ、しなやかさがあって、ね、非常に肩がつけやすいグローブですし、見た目もかっこいいのでね、ぜひ見かけた方は、ていうかね、僕 SSK おすすめします。ピッチャー用はかなりおすすめするので、まあ、迷ってる方 SSK どうでしょうか。はい、今日のオールスポーは以上になります。エウリッシュ。はい、というわけで2月のプレゼント企画です。今回はこちら、ブリッツの軟式用グローブ。こちらやや固めの革で、軟式硬式どちらもいけると思います。こちらを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。そして今月のイベント告知です。今月は2月ということで、2月の17日日曜日に鳩屋スポーツさんでイベントを行います。先月1月同様に夕方4時から自分が1日店長ということで、またお店に行ってグローブを手入れするサンプルオイルを準備してもらいましたので、またお店の方に足を運んでください。2月の23日土曜日、そして24日の日曜日、 KB スポーツさんの3周年記念イベントを行います。自分と野球 YouTuber 向こうさんでKB スポーツさんにお手伝いに行かせていただきます。で、土曜日23日は野球教室ということで、45分間1コマの野球教室を行います。詳しいことは全て概要欄に記載しておきます。そして最大イベントはその翌日の24日、 KB スポーツさんの3周年記念くじということで、今回もまた豪華な景品が当たるくじを用意するとのことなので、ぜひ皆様 KB スポーツさんにお越しください。詳細等は全て概要欄に記載しておくんで、ぜひチェックしてみてください。以上、イベント告知でした。